人間は年齢を重ねれば重ねるほどお金から価値を引き出す能力が下がっていくんや。若いうちは経験や体験にお金を使うのがええで。お疲れさん、プニスやで。ほな今日はコミュニケーションとお金に役立つ本の紹介をしていくで。っていうことで今回は本要約ダイビズゼロ、自分へのメンタルヘルスマネジメント、頭のいい人の最高の人生設計っていうテーマで、この本に書かれている内容を要約して紹介していくで。この本のタイトルを直訳するとゼロで死ねという強烈な見出しやねんけど、内容としては自分の価値観とお金の使い方について気づきを与えてくれる本で、人生100年時代って言われている現代においてめちゃ役立つことが書かれてるんや。お金を稼ぐために働いている人は多いと思うけど、その稼いだお金をどのタイミングでどう使っていくかっていう考えも大切やね。今回の要約ではそんなお金の使い方とそれに必要な考え方について触れていくから、ぜひ最後まで見ていってやで。というわけで早速ですが、この本について一言で表すと、賢くお金を使い切って人生を豊かにする方法について書かれた本です。この本の著者のビル・パーキンスさんはアメリカ人で、アメリカの高齢者はお金を使わずに亡くなる人が多いというデータを見て、本当にそれでいいのかという思いでこの本を書いたみたいです。そんな高齢者の情報やお金の使い方については日本人にも当てはめて考えることができるので、こういった本が翻訳されているんですね。では実際に高齢者のお財布事情はどうなっているかというと、65歳以上でも収支がトントンの人が多い、つまり貯蓄していたらその貯蓄していたお金に手をつけずに過ごせる人が多いであったり、多くの人は退職時の 75-88% ほどの資産を残して亡くなってしまうであったり、老後世代の3分の1の世帯は資産を減らすどころか増やしてしまうといったことが判明したんですね。こういう事実が判明すると、確かに若い頃に頑張って貯めてたお金を結局使わずに亡くなるのはちょっともったいないんじゃないかって気がしてきますよね。ただお金がなくて貧困で苦しみながら亡くなるのもそれはそれで辛いと思うので、バランスが大切だと思うのですが、ここで一番厄介なのが、我々がいつ死ぬかがわからないという点です。ではそんなお金をどのタイミングでどういうものに使っていったらいいのかといった疑問や悩みについての気づきを与えてくれるのがこの本で、今回は次の3つのポイントに絞って要約して紹介していきます。それぞれ1、年齢とお金の価値を知る、2、今しかできないことにお金を使う、3、30代以降でのお金の使い方の3つです。コミュニケーションや人間関係の大切さにも気づける内容になっているので、各ポイントについてもう少し詳しく見ていきましょう。まずは1の年齢とお金の価値を知るについて。お金って我々の人生の中では重要なものだと思うんですが、面白いことに年齢を重ねるにつれてそのお金の価値が下がっていくんです。もっと正確に言うと、年齢を重ねれば重ねるほどお金から価値を引き出す能力が下がっていくと言われています。10代や20代では自分で事業を起こしてみたい、や美味しいご飯をお腹いっぱい食べたい、や世界の国々に行ってみたいといったチャレンジ精神や欲が出てくる年頃、かつそれを実行するだけの体力や行動力があります。一方、60代や70代になってくると、そういった夢や体力も少なくなっていって、お金を持っていたとしても安定してゆっくり過ごしたい、や食べれるものを食べれたらそれでいい、や住み慣れた土地で穏やかに暮らしたいといった、あまりお金のかからない生活になる傾向があります。もちろん穏やかで健康的な生活にもある一定のお金は必要ですが、10代や20代みたいな体力や行動力が必要な内容からすると、相対的にはお金の価値が下がっていくということです。この動画の冒頭でも話しましたが、若い頃にやりたいことを我慢して老後のために貯蓄したにもかかわらず、その貯蓄を使い切らずに亡くなる人は多かったりします。老後になると、若い頃に思い描いていたやりたいことをやりきるだけの体力や実行力が衰えてしまって、お金を持っていることで本来実現できたであろう多くのことに対して、まあ昔はいろいろ考えてたけど今はもう無茶できる年じゃないし、健康と安泰が一番みたいな感覚が優先されて、結局お金を残したまま亡くなるっていう感じですね。それがいいか悪いかは人それぞれの価値観によるので一概には言えませんが、現実としてそういう感じで亡くなる人は多いので、若い頃じゃないとお金の持っている価値を引き出せないという感覚を持ちながら収支のバランスを取ることが大切になってきます。そして次に2の今しかできないことにお金を使うについて。この本では若い頃は経験や体験にお金を使えという内容が強く書かれています。世界中旅行をするとかスカイダイビングをするとか内容は様々だと思いますが、こういった経験や体験は若い時のものほど老後も思い出として深く残るそうです。人間亡くなる間際に思い出すのは若い時の経験や体験だと言われてて、若い時の〇〇の体験は楽しかったというような満足な感覚や、若い時に〇〇しとけばよかったというような後悔の感覚を抱くようになるからこそ、体力や行動力が満ちている10代20代の頃は経験や体験にお金を使おうっていうイメージですね。またその時の経験や体験に関しても、一人よりも友達とか恋人とか家族といった
誰かと一緒に行う経験や体験だとより良い思い出になっていきます。そういう意味ではお金の使い方と同じぐらい日頃の人間関係の構築も大切になってくるので、良好なコミュニケーションを行うことを心がけるのも大切です。じゃあ経験や体験だったらとりあえず何でもやってみたらいいのかというと、そこは自分が何に対して価値を見出しているのか、または見出せそうなのかを考えながら取捨選択することも大切です。とりあえずお金を使っていろいろやってみるぞという意気込みも悪くはないんですが、お金も時間も有限なんで何でもかんでも取り組んで無駄遣いになると本末転倒です。そうならないようにどのタイミングでどういうことにお金を使っていくのかといった予定を立てることも大切になってきます。この考え方は10代20代のお金の使い方だけじゃなくて30代以降のお金の使い方でも共通する考え方で、いい方法としてタイムバケットというものがあります。タイムバケットっていうのは10代20代30代といった感じである程度の区切りで期間を分けて考えて、その期間でやりたいことや挑戦したいことを書き出す方法です。そうすることによって先を見据えて逆算して予定を立てたり、本当に自分がやってみたいことが言語化されて視認できるようになるので、ぜひこの動画を見終わった後にでもタイムバケットを実践してみてください。そして最後3の30代以降でのお金の使い方について、先ほどは自分の価値観に沿って若い時は経験や体験に積極的にお金を使いましょうという内容で紹介してきましたが、ここでは30代以降で経験や体験以外ではどういうものにお金を使った方がいいのかについて紹介していきます。人生100年時代の現代から見ると30代もまだまだ若い年代と捉えることができるので、積極的に自身の価値観に沿った経験や体験にお金を使っていくことを優先してほしいですが、そこに加えて時短につながるもの、健康につながるもの、知識につながるものの3つにお金を使うことも意識していきましょう。時短につながるものにお金を使うというのは、食洗機やルンバや乾燥機付き洗濯機を買って家事を半自動にして時短につなげるとか、タクシーや新幹線を利用して移動時間を節約して時短につなげるといったイメージです。人間に唯一平等に与えられているのが1日24時間という時間なので、その時間を最大限に利用することが意識できると、様々な物事に効率的に時間を使うことが可能になります。10代20代の時は自分が動けばお金は節約できるという意識も強くて、睡眠時間を削ったりして体力や気力で乗り越えられることも多いですが、30代から徐々にそういった無理もできなくなるので、時短できるものにお金を使うことも意識するようにしましょう。次に健康につながるものというのは、寝具や椅子、歯医者や人間ドック、食事や運動といった日々の積み重ねと健康に関連するものにお金を使いましょうといったイメージです。10代20代の時は健康についても度外視で生活する人が多いと思いますが、30代以降はかなり意識した方がいい内容になります。体の節々が痛くなったり生活習慣病にかかったりすると日々の生活の満足度も大きく下がります。お金の価値を引き出したり日々の生活の満足度を向上させるためには健康な体が土台になっているので、そのための必要経費として健康につながるものにお金を使うことも意識していきましょう。そして最後、知識につながるものというのは、読書や勉強や人脈形成といった物事の判断をする際の選択の幅が広がるものにお金を使いましょうといったイメージです。本を買って読んだり動画を見て学んだり異業種交流会に参加してみるといった行為が該当しますね。10代20代の時は与えられた知識や環境の中で物事を判断する機会が多いですが、30代以降はそれらの経験に加えて自分で判断や選択をする場面が多くなっていきます。そういう時の指針になるものとして、書籍や人脈で得た知識が役立つ場面も多くなっていきます。自分のこれまでに得た知識や経験だけでは判断や選択をすることが難しくなることも多いので、自分自身をより良い方向に導くためにも知識につながるものにお金を使うということも意識するようにしておきましょう。まあ今日はこんなところかな。ほな最後に今回の話のまとめ行ってみようか。今回は Die with Zero っていう本で紹介されてた死ぬまでに賢くお金を使う方法やその考え方について大きく分けて3つのポイントに絞って要約して紹介していったで。それぞれ1、年齢とお金の価値を知る、2、今しかできないことにお金を使う、3、30代以降でのお金の使い方の3つで、概要欄にタイムスタンプも載せてあるから、また興味のある部分や思い出したい部分があったらそこまで飛んで見直してみてな。あとこの本には今回紹介した3つのポイントに加えて全部で9個の章でより詳しく触れられてたりするから、この動画見て興味持った人は YouTube の概要欄に本のリンクも貼っとくから、ぜひ自分でも読んでみてな。でこの動画が役に立ったなーって思ってくれたら、ぜひチャンネル登録と高評価も頼むやで。ほなまたなんかコミュニケーションに関する悩み事とかあったらこの神社来てな。待ってるでー。